どうも。どうも。これも梅雨入ってますね。まあね。だって降ったり降んなかったりも多いしさ。まあそうね。このただならぬ湿気はこれ梅雨のもんですよ。確かに。うん、またバイク乗れないじゃん。そうね。そうなんだよ。最長さ、どれぐらい乗らなかったの？3ヶ月ぐらい。3ヶ月ほっといて、うん。エンジンどれぐらいでかかったの？3発だね。マジ ?3 発でかかる？かかった。さすがだね。俺はその日、キックも覚悟したんですよ。あ、キックもね。キックはついてるからいいよね。うん。うん、覚悟したんですよ。うん。それ行って、3発で行きました。うん。チョーク引いて。チョークはもちろん。ああ。この前2週間乗んないでね。うん。やったらもう全然かかんなくて。ああ、そう。で、キックがないじゃん、クラブマン。ああ。もうまたこれ運びかよと思って。うん。10回ぐらいやってやっとかかった。でも、あれ押し書きでできるでしょ、クラブマン。いやー、なんか重くてダメだ。ああ、そう。押し書き可能な125までだよ。そっか。重くて。なるほど。うん。やっぱ古いとかかんないね。やっぱそうあるんだね。うん。キック必要だよ。いや、キックね、ほんとあった方がいいよ、マジで。なんでやめちゃうかな、バイクや、ほんとキックを。あった方が格好もいいしさ。ねえ。うん。絶対かかるじゃん、キックだったら。そうだよ。いやー、キックつけてよ。お願いしますよ、ほんとに。ほんとに。はじめまして、森ビル内オフィス勤務の新米女 P ですとか。はい。今年3月から、池袋24時にどっぷりハマりましたと。おー。もともとミシェル・エレファントのファンで、うん、休日に YouTube を見ていたら、スピークイージーにたどり着き、大太郎さんコレクターズになりましたと。なるほど。まあ、もろもろありまして、はい。私は食レポでお菓子の和紙の持ち方で、うん。毎夕とか始まるとすぐにチャンネルを変えてしまいますが、あー。私以外にもそう感じている方はとても多いようで、うん。ある人気女優さんもあまりに奇妙な持ち方で炎上していましたと。なるほど。ところがスピークイージーでは高橋オペチ、上野さん、健太くん、ゲストの江沼くん、うん全員が綺麗なお箸の持ち方でとても気持ちが良かったです。おー。孝太郎さんだけ薬指の位置が若干気になりましたが、今でも大好きなミシェル・エレファントの安倍さん、千葉さんも綺麗なお箸の持ち方で、長身のロックな男たちの綺麗な箸使いに胸が熱くなるものを感じました。なるほど。そこで加藤さんですが、加藤さんの食事シーンを見たことがないので気になっていますと。はい。加藤さんファンとしては正しい持ち方であると信じています。残念でしたね。いや、俺ほどね、箸の持ち方がね、ひどい男はね、世の中にいないよ。残念でしたね。残念ながら。だからナイフとフォークに持ち替えようかと思った。そうですね。まあ今からでも遅くないけどね。いやいやいや、今からそんな、大リーグボール養成ギプスみたいにつけらんない。そんなあんなのつけなくても大丈夫だよ。いやいや、だってあるじゃん、お箸なんかやる。ある。あるでしょ、うん、養成ギプス。ある。あれつけらんないよ、もう。俺もね、中学校ぐらいまで持てなかったんだよね。で、どうしたの？なんかある日、なんかちょっと嫌だなと思ってさ、うん。特訓したのよ。あ、特訓したの？うん。でも特訓にはティーチャーが必要じゃん。いやいや、自力で楽器屋で人のギター、プレイを見て技を盗むようにさ。ああ、そうなんだ。偉いね。で、ゴマとかを掴んだりさ。はい。なんかいろいろ、なんとか投げて。ゴマどころか俺、大豆が掴めないからね。マジで？うん。大豆レベルから刺すから。刺していくからさ、相手にね、逃げられることが多いけど。俺なんて梅干しとか投げて空中でキャッチする練習とかもしてたから。いやー、それはもう、ブルース・リーの世界だね。ハエ掴んじゃうんじゃないの、芝居は。そう、本当に。それカンフーだよ、もう。凝り性なもんでさ。なるほど。うん。工事とかうまそうだね、スティック回せるからね。どうなんだろうね。なんか、箸の、なんか、握りがいいんじゃない？なんか。あいつはモテるかもね。ジェフモテるのかな？ダメそう。なんかイメージ、俺と山盛りは全くダメそう。なんか、スイカのスプーンで全部食いそうだよね。そう。なんか、パンダみたいになってる感じする。なんか、手が。わかる。パンダ対笹みたいな感じ。そうね。うん。まあ、ひどい、本当にひどい人いるけど、たまにね。あ、そう？まあ、もはや何なんだろう、握っちゃってる人がいるもんね。マジそれ外国人なんじゃない、うん、いや、外国人とか全然上手だよ。あ、そう。多分あれ YouTube とかで練習してくるからさ、日本に。あ、そういうことね。うん。そうか。とにかく箸はダメなんだよな。でもお袋さんとかに怒られなかった？うちはなんかそういう、だから、お袋とかもまあ持ち方が良くないんだろうね。気にしないんだと思うね。一度もなんか言われたことがないから。箸の持ち方が悪いとか。あ、そう。なるほど。うん。ほら、食べるのが必死だから。コウタル君、時代的に。まあね。うん。食べなさいって。いやいやいや、時代的にそうだね、コウタル君ね。まあ、そういう時代もあるよ。うん、そしてエリア的にも。うん。箸といえばいつも言うけど、ラーメン屋のエコ箸やめてほしいね。エコ箸って何やねん、どういうこと？俺も使い回すさ。ああ、はいはいはい。割り箸じゃないやつ。割り箸じゃないやつね。うん。うんうんうん。ほんとしらけるわ。でも割り箸が好き。あれはだってさ、うまいラーメン食わしたくないのかね。まあ単純にエコっていうところにこだわってるだけなんじゃない？あんなツルツル持ちにくかったらラーメンの味も半減するよ。確かに。持てないんだもん。それはあるよな。よろしくないね。確かにね。結構好きな店でも箸変わったりしててショック受けてんだよね。ああ、そう。あんたもみたいな。日高屋とかはさ、割り箸くれってくれるんだよね。あ、そうなんだ。うん。素晴らしいんですけどね。なるほどね。小戻り姉妹さんだってさ、うん、最近は日高さんもいいわねって言ったんだから。ああ、言ってたね。うん。一緒にラーメン食った時。コマドリさん元気かな？結構いい年になってるもんな、もう。そうっすね。そうだね。はじめまして、和彦と申します。はい。シーズン1から聞いてる P でございます。どうも。現在51歳男子。お。聞き始めてからバツイチ再婚といろいろありましたが、はあ、現在4歳の男の子を育てるため、世田谷から新宿から子育ての住居、板橋に現在落ち着いておりますと。おー、板橋にいるんだ。坂下に住んでるんですが、近くのオリンピック近くで、うん、2回ぐらいリーダーらしき男性を発見。あ、俺だよ。買い物袋持ってるぐらいなので、高島平って聞いてるし、うん、こんな近くのオリンピックでジャム買ってるのかなと謎でありますが、うん、やたら背が高くて目立っていたので、確認したくてメールしました。ああ、俺ですね。なるほど。うん、明かしていいのかな。まあ、隠してもしょうがないもんね。隠してもしょうがない。なるほど。真実は隠せないっていうね、歌を歌ってるぐらいだからね。そうだね。前略、近田春夫の金言を聞かせていただきました。うん。お二人の近田さんへの高評価、全く持てとおかんです。ちなみに私にも近田さんの言葉で大好きなものがあります。はい。亡くなった内田裕也さんのお別れ会に参列した近田さんに、うん。あるインタビュアーが、ロックとはどういう音楽なのでしょうという、うん、非常に答えづらい質問をしました。すると、近田さんは、聴いてるだけで警察に捕まっちゃうような音楽。僕はそれが一番かっこいいと思うと答えたのです。なるほどね。近田春夫さん、心から尊敬できる男です。ご自愛ください。袋ネーム、ロック面白く。なるほど。ロック面白くて近田春夫が近だったね。そうだね。そうそうそう。近田さんも洒落たこと言うね。言うよね。うん。調子悪くて当たり前って歌を歌ってるぐらいだからね。そう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 。ほんとね。うん、これが P ネームなんですかね、モノラルさんっていう人。ああ、そうだと思います。はい。モノラルさん。ゴールデンウィークに職場の上司と喧嘩をして仕事辞め。仕事辞めたの？うん。少しぼーっとしようと思い、YouTube で吉田豪さんの豪の部屋に出てるリーダーを見て面白かったんで、うん。孝太郎さんのも見て、モッツ文化とは何やろとさらば青春の光を見て、はい。池袋交差点24時聞くようになったファン歴2週間程度の39歳の男。おー、男なんだ。2週間、ホットだね。なるほどね。理由が如く8というゲームをやりながら池袋交差点を聴いてますと。あ、なるほどね。曲は愛ある世界がすごくいいだと思いました。はあ。質問です。はい。モツ文化はチビで太った人間でも入っていってもいいものなのでしょうか。リーダーと孝太郎さん、すごくシュッとして背も高くかっこいいのですが、僕のような短足豆タンク型の人間は、うん、コレクターズのライブにどんな格好で行けば許されるんでしょうか。はい。いや、全然大丈夫ですよ。フレットペイでも来てくれれば。そうだよね。まあ、さらば青春の光にもね、うん。でも、出演者は全員あれか、シュッとしてるか。シュッとしてるとは言ったって、まあ、ファーディーとかが割と体格いいじゃない？まあ体格いいけど、まあでも、小さくないじゃん。そうだね。うん。ちっちゃな人もいなかったっけ？なんかジミーが一番小さいようなイメージあるけど。意外とさ、主人公の。あいつもちっちゃくない、ステフと一緒にいた男。ピートだっけうん、溶接工場みたいなところで働いてるやつ。うん。あいつちっちゃかったっけ？あ、ちっちゃかった、ちょっと。うん。スパイダーもかっこいいしさ。そうだね。うん。やっぱりかっこよくなきゃダメなんじゃないか、モッズ。まあでも大丈夫よ。大丈夫なの？今別にリーバイス履いてフレッドペリー着てくれればもう全然誰も文句言えないから。確かに。文句は言わないけどね。うん。で、まあ、ちょっとね、カリカリな感じがいいよね。ピンクパンサーの人形みたいな。まあね。うん。あれがモッズだよね。まあでも30代でしょ？うん。まあまたそういうの楽しんでもいいかもな。もう60にもなるとそう言ってないですよ。まあ、そりゃそうだ。やっぱそこ行くとあれだよな。やっぱりさ、ああいうパンクっていうか、革ジャンとかの人たちの方がさ、うん。年取ってもいけるね。ああ、年取っても、ああ、モズみたいに、年取ったなって感じが出ないってこと？もう、っていうか、年取っても格好つくっていうかさ、モッズがほら、本当にさ、フレッド・ペリーにさ、リーバイスの細いのっていうのはさ、うん、別に着れるけどさ、うん。20代の頃の決まり方と違うじゃんっていうか。絶対あれはしないよ。でしょ？うん。でもなんかさ、あれは無理。セックスピストルズのさ、スティーブ・ジョーンズがさ、うん、なんか太ってさ、年取ってもさ、ライダース着てるとさ、絵になるっていうかさ。なるほど。それがフレッド・ペリーだったらもうアウトだと。ちょっと厳しくない？まあそうだね。うん。ゴルフ帰りのおじちゃんみたいになっちゃうね。そこだよ。うん、日曜日のお父さんになるかなんないかの。なるね。だからポロシャツが持ってるその、ポロってところだから、ね。そう、そこなんだよ。うん。そこなんだよ。そうだよ。そうそうそう。多分。難しいとこだよな。難しい。でもな、そこがでもモッズのテクニックなんだよな。いやー、かなり難しい。やっぱ若くなきゃ許されない文化だからね、本当は。まあ本来ね。うん。そうなんだよね。生意気なティーネイジャーが大人の格好してるっていうのがモッズだから。そう、そこなんですよ。ねー。うん。でもまあ、ライブ別にどんな格好で来てもいいと思うよ。いや、それは全然問題ないですよ。マジで。そう。全然いいと思うよ。それは全然問題ないです。うん。T シャツで買わない。全く。うん。まあ、そのバンドの T シャツ着てったらいいしね。そう。うん。よくなんか見るよね、SNS 見てると、うん。好きなバンドでもねえのに T シャツ着れないみたいな投稿多いで。あ、そうなんだ。うん。あるね。そんな投稿があるの？よく見るよ。ええー、ほんと、厳しいね。厳しいなと思って。俺とか全然気にしないんだけどさ。うん。デザインが良ければ着ちゃうなっていうとあんだけどね。うん、そうだよね。いや、そう思うよ。そんな厳しくなくてもいいんじゃないかなって俺はちょっと思ったりするけどね。厳しいね。うん。まあ、確かに今バンド好きで着てる方がいいけど、もちろん。でもまあ、デザインがいいと思ったなら着てもまあね。いや、全然いいよ、全然。だってデザインがかっこいい方がいいじゃん。なしじゃないよね、全然。うん。絶対かっこいいよ。うん。だからまあ、例えばさ、H&M とか行くとさ、うん。普通にプライマルスクリーンの T シャツとか売ってたりするわけだ。ああ。そうするともう、ロックのロの字も知らない人が買ってきてると。なるほど。まあそういうのは気に入らないのかね。なあ、そうかもしんないね。やっぱニルバーナ T シャツ着てるおじいちゃんってのが一番許さないかな。いや、でもニルバーナがね、結構多いよ、そういう投稿には。あ、やっぱそうなんだ。うん、ニルバーナは厳しいんですよ。それはニルバーナ信者が許さないってことなの？ニルバーナ信者よりもなんかやっぱロック好き的な人がだね。そうだね。俺なんてコレクターズの T シャツ着てる人と面と向かってるけど俺には気がつかないんだよ。いや、よくありますよ。どっかのお下がりだよ、あれ。そう。娘が着てたやつとかね。うん。そうなんだ。うん。厳しいね。いや、俺も見ながら世の中厳しいなと思って見てたんだけどさ。うん、それ厳しいな。確かにでもね、俺ね、一回ね、ピクシーズってあったじゃん。あるね。俺そんなにピクシーズ知らないんだよね。いや、俺も知らない。ただ、ピクシーズのバンズがあったら買ったんですよ。うん。お、かっこいいなと思って。うん。で、それ履いてさ、なんか酒かなんか飲んでたのかな、どっかで。ただ外国の人が来てさ、二人組。うん。もう、俺と言ってさ、もう、お前ピクシーズ好きなのかみたいなこと言ってるんですよ。なるほど。いや、ノーって言ってさ。なるほど。で、それがっかりさせちゃったんだよね。で、ピクシーズさんのロゴかっこいいよね。そうそう、あのさ、そういうつもりで入ってたらさ、俺もワッペン買っちゃったもん。うん、俺も好きなんだよ、ピクシーズみたいな感じで来たわけですよ。なるほど。そしたらよく知らないんだよ、みたいな。だから、知らないからさ、知ってればさ、合わせられるんだけど。そうだね、そうだね。知らないからさ。だから俺も後からピクシーズ、YouTube とかで見て、うん、あ、このバンドなんだって、なんとなく、嫌いじゃないけど好きじゃないって。沢尾くんがかなり好きでしょ。あ、そうなんだ。ああ、そうか。うん、あ、違うか。そうかも。ピクシーズはね。うん。でもかっこいいよね、バンド名がね、ピクシーズとか、ね。かっこいいかっこいい。うん。でも、太ったおっちゃんだけどね。今太っちゃったの？え、もともと太ってたと思うけど。もともと太ってる？違う？ピクシーズ。あ、ごめん。俺ね、あれと勘違いしてる。ソニックユース。全然違うわ。ごめん。全然違うわ、それ。うん、違うね。ソニックユースと間違った。ソニックユース背でかいんだよね、うん。ソニックユースと間違えた。あいつでかいね。190あるでしょ。そう。俺さ、あいつとさ、リキッドレブのエレベーターで二人きりになったことあるんだよ。へぇー。でかいんだよ、俺より。でかいよ。俺がちょっと見慣れたんだから。へぇー。あれもでかいかって言ったよね、ことがあるんで。ジーザス・ジョーンズのボーカル。あいつでかいんだっけ？でかいんだよ、あいつ。あいつも192とか。ライブは見たことあるけど、間近で見てないからな。でかいの。あ、そう。うん。ジーザス・ジョーンズだよ、俺がオンタイムでライブ見に行ったら始まってたっていうの。そう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 、言ってたじゃん。だから先に巻いて始まってるよ、もう。なんだこいつだと。売れたよね。売れた。ね、好きだったもん、俺も。ファースト、セカンドとかよかったね。2までよかった。ね、2までね。うん。3でちょっと嫌になっちゃった。そうなんだよ、俺もそうなんだ。なんかコンピューターミュージックみたいになっちゃったね。うん。3が。なんかあったけどね、最初からね。うん、最初からそうなんだけど、なんかバンドっぽくなくなったんだよな。うん。ハマのブライアン・ジョーンズ改め、ステマシュ・ミック・ジョーンズさん。先日名古屋で組んでいたバンドを抜けるべきかどうかご相談しました。ああ、あったね。はい。その説は、長々としてメールを読んでいただきありがとうございました。おお二方に背中を押していただいてバンドを抜けたと。うん。そして東京の下町に引っ越して、今は千葉に住んでいる元メンバーのベースとまた一緒にバンドを組むことになりました。ああ、そうなんだ。ちなみにメンバー全員、今の清志郎さんを知ってます。なるほど。先日の放送で孝太郎さんが翔ちゃんさんのご自宅でカートラバンセリーのライブを見て、うん、ジェフのベースの音がすごかったとお話ししていたことから、うん、ベースの音を含めたバンド全体のサウンドプロデュースについてお二方にお聞きしたくメールしました、はあ、昨今音楽を聴くのにスマホで聴く人が多いそうで、うん、自分のオーディオを持っていない若者も普通にいると耳にします。なるほど。そんな中 X にてネット界隈で楽器を弾く人たちの中でスラップベースがもてはやされるのは、ハイの成分がよく出てスマホのスピーカーで聴くのに聞き取りやすいからだというポストを見かけました。なるほどね。まあ、年寄りのために言うけど、これ、チョッパーのことね。チョッパーね。うん。また別のバンドの話になってしまい恐縮なんですが、うん、ベースがスラップを多用するスタイルで、パキパキの音作りをしていたのです。うん。最初はそこまで気にしてませんでしたが、うん、いざライブ映像を見てみるとベースの音がスカスカでアタック音ばかり目立った結果、はい、バンドの全体の音も迫力がなくなる始末でした。まあそりゃそうだよ。まあその音作りについてベースに苦情を入れたと。うん、本人は抜けの良い音が好きだと譲らなかったので、うん、別にいいやと放っておいたと。なるほど。しかし先日の孝太郎さんのお話を聞いて、やはりベースは低音を担当するパートなんだから、うん、音抜け云々よりもまずはしっかりした低音を出すべきなんだろうと改めて思った。そりゃそうですよ。もちろんバンドの曲の雰囲気で各パーツの音作りが変わってくるでしょうけど、うん、お二方はベースのサウンドについてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。うん、ちなみに僕は帯域で言うと、バスラとギターの低音域の間をまとう、適度にアタックの効いたブリブリしたベースの音が好きです。うん、ベースには音抜けよりも根っこの部分を伝えてほしいと思ってますと。うん、嫌いですとプレベやサンダーバードの音が好き。はぁ。それは前のベースとは求めてることが合わないから話も合わないし、抜けるべくして抜けるバンドだったと。なるほど。また昨今のプロの現場のレコーディングではスマホで音楽を聴くということを前提として、全体のミキシングとかしてるんでしょうか。うん、自分は音作りについては、そんなトレンドなんか関係ねえってスタンスで、うん、クソアマチュア風情でやってますが、プロで長年やってるお二方の話を参考までにお聞かせくださいと。なるほどね。まあ、スマホなんかは相手してませんよ。そりゃそうだよね。スマホ相手にするんだったらその前にね、全曲サビから始まんなきゃダメだもんね。いや、本当だよね。イントロなしでね。そういうのをこう狙って作れる人ってのはまたミュージシャンとは違う人だよね。そうだね。うん。やっぱりいろんな音楽のスタイルがあるけど、何でもかんでもこう目立ちゃいいっていう音楽じゃダメだよね。そうね。やっぱりそのバンドはやっぱりその、とりあえずこういうバンドの音にしたいってサンプルがあってそこに近づけた方がいいよ。そうそうそう。理想とするね。うん。それは真似じゃなくて、かなりのお勉強になるから。で、それにさ、レッド・ツェッペリンが一番いい例なんだけど、うん、あそこのベース、すごいさ、うん、普通にオーソドックスな音するんだよね。うん、でもあれがボトムにあるからさ、うん、ジミー・ペイジのさ、うん、ギターの派手なさ、フレーズも生きてくるわけで。そうなんです。あれがスラップベースみたいなのパキパキやってたらさ、うん、歌も邪魔するし、ギターも邪魔するしさ、そうなんだよ。うん、だから、役割っていうのがしっかりあるわけじゃない。そうね。うん、そこの役割を果たすのが、やっぱベースはベースの領域となるわけで。ベースっていうのはね、重要だよ。本当だよ。ビル・ワイマン、見てごらんなさいよ。ビル・ワイマンじゃなくなった途端にああなんだよ。そう、だから、ビル・ワイマンとね、だから、あと俺がいいなと思うのは、やっぱり、レッド・ゼッペリンのジョン・ポール・ジョーンズのベース。うん。あと、スティングね。ポリスの時のね、こう本当に無駄なこと、必要最低限のことしか聞かないんだよ、あいつで。まあ、歌うからね。歌うけど、でももうあれでいいのよ。あれ以上弾いちゃダメなの。うん、逆に言うと。それが一番さ、周りがこう、引き立つためのベースだから。そうね。うん。これをね、やっぱね、突き詰めてほしいね。そうね。うん。まあ、とにかくまあ、理想の、ライブでも何でもいいけど、一回真似した方がいいよ。そうなの、そうなの。そのスラップがどうとかっていうのはもう、そっから全然後の話でいいから。そうなんだよね。だからまず曲を聴いてほしいよね。うん。曲全体の中でのこう、自分の立ち位置を。そう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 。うん、まあとにかく理屈よりもミーハーにこのバンドになりたいっていうふうにやった方が絶対いいよ。まあそれはあるね。それは基本だから。みんなそうなんだから。しかし、そうなんだね。スマホが、それで聴くとなったらそれに合わせて作ってくるんだね、やっぱりね。まあだからさ、写真とかでもさ、やっぱりさ、みんなスマホで見るからスマホで撮るっていうじゃん。まあそれもそうだね。カメラマンの人は。それもまあ一理あるけどね。まあそうだね。うん。まああとはほら、モータウンレコードがさ、うん。あの頃はほら、ラジオでさ、うん。放送された曲がヒットチャートに上ることが多いっていうんでさ、うん。車のラジオで聴けて一番いい頃合いのミックスにするみたいなさ。なるほど。そういうことをやってたらしいよね。でもマスタリングでラジカセの音で確認とかもしたんじゃないするよ、ね、だからそれが全くその、当時はラジカセで聞く人が多かったからっていう意味で、多分ラジカセでやってたから。スマホで聞くったってさ、うん、そのスマホの使ってるヘッドホンでえらい変わるからね。まあそりゃそうだよね。環境が結構バラバラだ。もう全然もう、何の参考にもならんね。そりゃそうだよね。イヤホンで聞いてる人と、高いイヤホン、そしてヘッドホンで聞いてる人と全然違うもんね。うん、特に低音が違うから。そりゃそうだ。まあだから逆に難しいんだよね、こっちはミックスするときがね。難しいよ。いい頃合いをこう、どこに落とし込むかがね。うん。うん、ポータブルプレイヤーでさ、やっぱり聞くと、いいレコードもあるもんね。あ、そう。ミート・ザ・ビートルズなんて、ポータブルプレイヤーで聞いたら迫力全然違うよ。やっぱそうなんだ。うん。やっぱポータブルプレイヤーぐらいの音にこう合わせてあんのかね。わかんないけどね。全然かっこいいって思ったね、俺は。いや、わかるわかる。昔さ、やっぱりビートルズ聴くときに、うん、中学の同級生の、ほら、初めてビートルズバンド組んだときにさ、うん、ジョン・レノン役の榎本くんが、兄貴がいて、うん、兄貴がオーディオマニアなんですよ、時代的にもう。うん、いるでしょ、はいはい。あと、リンゴ玉木がちょっとしたポータブルプレイヤーみたいなの持ってたんですよ。ほうほうほう。で、両方の家で聞くんだよね。なるほど。で、音質は絶対榎本くんの兄貴のプレイヤーの方が高いからいいと思ってるわけ。はいはいはい。来ないんですよ、プリーズプリーズミーが。なるほどね。リンゴ玉木のポータブルプレイヤーで聞くとハーモニカが突っ込んでくんだよね。わかる。そういうことなんだよね。そう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 。そういうことなんですよ。子供心にたまちゃんのプレイヤーの方がいいと思ってたもんね。俺、ポータブルプレイヤー欲しいんだけどさ、うん、どっか行っちゃったんだよね。そうなんだ。捨てちゃったかな。まあ、今から買うのもなんだよね。まあ、プリーズプリーズビー、ミート・ザ・ビートルズのために買うって感じだよね。まあ、そうそうそう。だからまあ、その頃のレコードだよね。ビザアルバムも良かったな。うん、多分そういう音に合ってんじゃないかな。なんか、スピーカーとかが良すぎるとさ、なんか妙にこじんまり聞こえるっていうかさ。わかるわかるわかる。わかるわかる。推しが弱いっていうか。うん。そうなんだよ。池袋交差点24時。私、ソロがコロンビアミュージックショップで独占販売しておりますので。はい。よろしくです。そして、ドーナツのですね、第16号は、私の還暦号となります。おー、還暦スペシャル。還暦スペシャル。おー。そちらもよろしくお願いします。6月28日発売。なるほど。そしてコレクターズ7月13大阪、7月15東京と、これはですね、ファンクラブの会員限定のイベントですね。そうですね。そして今年も呼んでいただきました、スピッツ、豊洲サンセット。はい。9月27日に出演します。なるほど。そして10月26日に、ビートモータース結成20周年記念スペシャル。お笑ってビートも。はい。渋谷のクラブクワトロで行います。なるほど。我々とビートモータースのこう、対バンというかまあ、我々がまあ前座ですね。まあそうだね。うん。20周年なんだもん。そう、オープニングというかね。うん。まあこれはリーダーと同郷のよしみということで。そうなんですよ。熊谷出身でね、秋葉くんが。うん、あ、この間その俺、テレビ埼玉に出た時に、馬場くんだっけ馬場くん。うん、彼が MC だったよ。そうそうそう、彼もね、あれ、寄居町、近所なんですよ。せんべい屋の息子。そんなこと言ってましたよ。うん、そして11月2日、名古屋ダイヤモンドホールで、フラカンと対話します。ああ、久しぶり。ねえ。うん。池袋交差点24時、このポッドキャスター、スタジオ MOG の音楽誌、ドーナツから配信しております。してます。写真館もそちらにあります。あります。そしてこのポッドキャスト、YouTube では全ての配信が聞けますので、チャンネル登録をぜひしてください。お願いします。P メール、bukuro24@gmail.com です。はい。お待ちしてます。待ってます。P メールを紹介した方にはバストロイヤーステッカーを送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。お願いします。それではまた来週お会いしましょう。Do the download. Do the download.